そうなんですよ、僕はい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 、あ、アルバム出たんですよ、はあ、ソロソロです、はい、藤井隆さんプロデュースで、はあ、マカロワというカバーアルバム、ミニアルバムですね。じゃあやっぱりもうバレンシアガは解散か。お前もうソロ活動必死やんか。これはこれやから乗られへんねん、やっぱり、その一つになってない気持ちが、はい、いや別にソロというか、まあ、バレンシアガとはまた別にね、はい、バレンシアガのスケジュールが別にパンパンでもないし。え、それは何、歌をってこと？これはもう歌を歌うシンガーとしてです、ね、シンガー、あ、一切あれしてないの？ギター一音も僕のギターの音入ってる。え、じゃあ誰が弾いてあんの？その曲曲ごとにアレンジャーの方が、ミュージシャンがいて、奥田さんとか、スカートの澤部さんとかね、カシーフさんとか、そういう方々がアレンジをして、でそれで自分で楽器入れて、それをそのオケで僕が歌うっていう。何回も聞かれてるやろけど、はい、マカロワってどういう意味なの？これだから、見せる見せる、はい、マカロワっていうのは、いや藤井さんがタイトルつけるんだけどどうしようって言われて、え、全部藤井さんがやってたから、え、僕決めるんですか、当たり前やんみたいな、うん、これレコーディングある住宅街の中のスタジオなんですよ、はい、ほんでこう音取って音取って休憩があるごとに2階の、ベランダに喫煙所があるんですよ、うん、でそこでずっと、タバコ吸うてる映像をすごく覚えてるんですって、喫煙所の風景を僕が伝えて、でタバコ何回も吸いに行って、だんだんレコーディングも時間経って遅くなってきて暗くなる、ほんならパッとこの家に、明かりが灯るんですね。ほんなら窓から光がパッと入ってきて、この女の子がバーッと集まってきて、そこでバレエの練習を始めるんですよ、うん、でタバコ吸いながらそのバレエ練習してる女の子を見て、わ、頑張ってるなっていうのがすごく印象に残ってるんですよって言って、じゃあタバコの煙とバレリーナっていうタイトルはどうですかって言ったら、まあそれはええねんけどって軽く流された。藤井さんのセンスじゃなかった。で、じゃあいついつまでに決めましょう、2人持ち寄りましょうって言って、僕もいくつか考えて持って行って、ほんで藤井さんがいっぱい出してくれてはって、これはマカロはこれなんですか、後藤君言ってたやんか、タバコ吸いながらあのバレエ見てたって、このマカロワ、ナタリア・マカロワさんっていう人がいるんですけど、その人が伝説のすっごいバレリーナなんですよ。でその人はすっごいヘビースモーカーなんですよ。だからそこの現場の状況とすごく合うんじゃないかなと思って、すごいなっていうのを藤井さんの娘さんが探してきてくれた。はあ、知ったんねや、これどうっていろいろ調べたら、これすごいヘビースモーカーで有名で、それこそバーって演目やって、それパッと履けた時にも吸うぐらいみたいな、っていうなんかこうすっごい方がいるんですけど、あ、それバッチリじゃないですかと。でこれほぼ女性の曲のカバーの、はあはあはあ、で女性の曲を少女たちバレリーナたちみたいにね、僕もうまいこと女性の歌で舞うことができるかなみたいなのもかかって、マカロワにしたんです。ドンピシャの名前出してきてくれたんですよ。結局だからそれってことでしょ、タバコの煙とバレリーナという、あ、まあ言うたらそういうこと、それを結局はもう4文字で表してる、すごい娘さんすごいな、いやすごいんですよね、賢い子やわ。藤井君がプロデューサーってこと？そういうことです、もう全部藤井さん決めてます、選曲からジャケットの写真どうする、1300何枚撮ったんですよ撮影日、ほでどれがいいと思う、僕これがいいと思って何枚かバーッと送ってくれたんですよ。ほいでもこれはもう後藤すぎませんみたいな、僕が、ああ、はあ、で僕自分で自分どれがええかも分からんけど、ちょっと後藤強すぎますわ、ちょっと待って、後藤君のアルバムやんか、後藤もっと出していこうよ、あ、そうですか、分かりましたって、言って藤井さんが選んだこのジャケット、僕ぼやけてる隠れてるしな、後藤薄めやもんな、だいぶ後藤薄い1300の中でいっちゃう隠れてる。これでも藤井さんなりにまだこれも理由あって、これはなんでこれ選んだかって言ったら、後藤君の顔がはっきり見えてないけど、これパッと見たら、あ、後藤君やって分かんねん、だからこの写真すごくいいねん、だからこれにしてんっていう。なるほど。でこのジャケットブックレット、うん、もうこれも藤井さんの頭の中でストーリーがあってみたいな、うん、後藤が汐留ででっかい特番を収録したと、収録して時間があまりにちょっと巻いて撮れて5時間巻いた
らしいんですよ。ありえないですよ、5時間巻くなんて。ないもうスケジュールの立て方下手すぎるよ特番で5時間巻いたから、ああそうや、知り合いのいとこやったかな、親戚がやってる喫茶店に、収録終わった後藤がそこに歩いていくみたいなストーリーなんです。決まってるんです、藤井さんの中で。へえ。だからブックレットで、あの喫茶店でご飯食べてる写真とか、うん、はあ、い、巻いたなみたいな場面もある。巻いた仲間で。いや分かれへんやん、でも、うん、それはあるけど別に皆まで言わないみたいな。皆までは言わない、うん、すごいね、そのプロデューサー能力がすごいですよ。だから曲によって、例えば悲しみスイングっていう曲があるんですけど、これ歌う前に言われるんですよ。この曲はイメージはベテランの俳優さんがいて、で今まで歌を出したことのない俳優さん、まだ周りが歌歌ってみてください、歌歌ってみてください、いいよいいよ僕はいいよ、いやいいですから、ほんまにスタジオ行って2回3回歌うだけでいいんで、そんなに言うんだったら行くかって言って、スタジオに行って2回3回歌って、うわーさすがかっこいい声、あそう、まあ言ってくれたら嬉しいけどお疲れしたみたいな曲って言われる。いや分かんない、分かんないでしょ、分からんわって俺も言うて歌ったら最高って言ってくれる。藤井さんの中でもそのイメージが僕の声でもあるんかもしれないですけど。なるほど。だからテンポを上げようかとか、もうちょっと声高くいこうとか、そういう指導はあんまなかったです。もうそう、今みたいなこうストーリーを伝える、だからすごいですよ、ファッション重視みたいなね。はい。その曲はオリジナル？いや、もうカバーです、全部全部。あ、はい、本田美奈子さんとか、うん、宝生舞さんとか、うん、ウィンク、うん、伊藤銀次さん、あのコヌカーメンっていう曲なんですけどね。誰もが知る曲は入ってない、誰もが知る曲は入れないんですあの人。篠原涼子さんのリズムとルール、まあこれもいわゆるあのみんなが知ってるあれじゃないですよね、うん、ハートのイグニッションって福永さん、おにゃんこクラブの、はい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 、スケワンデカのなんかエンディングテーマかなんかなったんかな、これブレーキかけないで、そう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 、いや知ってんの、知ってるで、なんかそれ見たわ、インストアライブかなんかで歌ってんの、それ。おいおい、お前見てんのかよ。いや、たまたま見たよ。で、学校の曲知ってるわと思う、おにゃんこ、お前帰らしやってたの。見たでとか言うてこい。そう、だからインスタライブもやって、藤井さんがもともとこのアルバムを作るのは後藤くんの歌でもちろん撮りたいし、後藤くんのことずっと昔からベースとか2丁目の頃からずっと応援してる、人が、いると思うねん。いや、いないと思います。いや、いんねん。で、その人らがもうどんどん後藤くんとかテレビ行った、でもなんか、後藤くんのすごくいいよねって共感してくれるも、共感してくれるものを作って、で、それを聞いてまた後藤くんに会えるチャンスを作りたいねんっていう、そういうコンセプトもあるんですよ。だからインストアライブ やると、うん、あのサイン会でもうなんかグッズ作ってくれたり泣いてたりとか、はすごい、ありがとうみたいな、昔来てましたみたいな、そう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 、ベース吉本できた頃からずっと劇場も行って応援してました、うん、もうなかなか会えなくなったんでこんな機会ありがとうございますみたいな、へえ、あと15年ぐらい前からファンです、 ありがとうありがとうみたいな、2年前からファンですって、もう何をきっかけにファンになったか。もう今更みたいな。そう、でもそういうところまでプロデュースしてくれてんねや。そうなんですよ。へすごい。柳原隆プロデューサーほんとすごくて、ライブやろうって、どこでやろうかって、ビルボードライブでやるんですよ。うわー、名門。すごいよ。ビルボードライブって要は外国のジャズシンガーの方とか、うん、が歌う大人なライブハウス、はい、大人なライブハウスで、なんやったら食事も取りながら、うん、お酒も飲みながら、結構いろんなとこ、ビルボード大阪もありますし、で、僕がやるのはビルボード大阪とビルボード横浜、うん、でライブやるんですよ。はぁ、何やるか分かんないんですよ。だから藤井さんもだからライブ会場を選ぶのも独特、前回、また他のメンバーとやったライブがあるんですけど、そのライブ会場サンリオピューロランドですよ。へえ。僕は歌ってたらキキララとか出てくるんですよ。なんかでもこうコンセプトがあんねや。はい、だから面白い。だからどうなるかライブは分かんないですけど、もう藤井さんの頭の中にはもう多分
無限化されてる、はい、これは続けていくの？いやこれはどうなるか分かんないです。もう藤井さん次第と言いますか、ね、やっぱりそのスケジューリングちょっと教えておいてくれんと、我々とのそのやっぱりフェス出るやなんやでコーヒーかぶってもやっぱりな、バレンシアが、いやバレンシア ビルボード福井でやるんですか？ないわ福井にビルボード。あそうチャンネル登録お願いします。おいおいお前見てんのかよ。いやたまたま見たよ。お前帰らしやんじゃろ。見たでとか言うてこいよ。